今僕大阪の大阪ビジネスパークってところにいるんですけど、大阪ビジネスパークってのは髪の毛をビジネスパークってね、大阪城のすぐ横にあるんですよ、うん、でそういうとこなんですけどね、どーん、この高層ビルかっこよくないですか。あ、ちなみにね、はだしゅんさんといるんですけどね、そう、はだしゅんさんとね、味わい深いビル群見に来たんですよ、ね、かっこいいですね、これね、こう長い、こんな感じがいいですよね、ね、こうシュッとして、そう、シュッとしてて関西らしい言い方なんですけどね。ちょっと風で音が全然取れてなかったのでナレーションでお伝えします。まあ、サムネにね、西新宿なのかって書いたんですけど、まあ、西新宿とは全然規模が違いますよね。まあ、でもね、ビルがいっぱい建ってね、すごいいいですよ、かっこいいですよ、ここで。あとここはあのお店がね、いっぱいしましたんですよ。それがね、なんかすごい悲しかったです。コロナの影響でしょうね。いきなりステーキとかね、あの5月1日から当分の間閉店って書いてあって、5月1日ってね、緊急事態宣言の時ですからね。で、今開いてなかったですけど、もうないでダメでしょ、ね、そうそうそう、そういうのがいっぱいあって、こんなに大都会な感じなんですけどね、この下走ってる地下鉄はね、4両編成なんですよ。それがまたね、あの何、アーチがあるというかギャップがあって ねなかなかね、そうですね。あとなんかここのなんかうんちくみたいなのあります。そうですね、なんか大阪のビジネス街ってもともとね、こう例えば中之島とか八代橋、梅田、うん、あの辺が全てこう一体だったわけですけども、うん、まあ、そうですね、この辺は、まあ、こう例外というか、まあ、唯一の、まあ、これだけその都心以外で、ルールールールで今言ってたことなんですけどね、 Google Earth でちょっと説明しようと思うんですけど、大阪のねビジネス街ってね、大体まあ今こう映してこの近辺で大体まあ、 固まってるんですよね。この本町とか、あと淀屋橋とかね、この辺りですよね。でなんかビルいっぱい建ってるでしょ、こことか、あとあのこの中之島、梅田、まあ、この、あ、このまあラインというかこの辺りも全部固まってるんですよ。なんですけど、そのね、今説明してるね、この大阪ビジネスパークがこうずっと離れたこの大阪城を挟んでね、ここまでこう離れてる、離れ小島というか、うん、にあるんですよね。まあ、これがまあ大阪では珍しいというか、まあ、あとは他にはまあ新大阪とか、あとまあ大阪市内じゃないんですけど江坂とかね、まあ、他にもまあビジネス街で一応あるっちゃあるんですけど、まあ、これだけ大規模で、あの淀屋橋とか本町から離れてて、これだけ大規模なのはここだけかなみたいな、まあ、そういうことを畑篠さんが言ってます。まあそんな感じかな。はい、ってことで、はたしゅんさんのチャンネルもこういう感じでね、はたしゅんさんよくしてるでしょ、こうやっても僕が無茶ぶりしてもね、あのこの何、この町のうんちくなんかありますかって、あ、ここはね、なんてらこんちゃらとか言うてね、シュッとしてとかね、あのちゃんと言えるんですね。はたしゅんさんのチャンネルで、ね、こういうあの話好きな、都市開発というかね、なんか都市の発展とかね、好きな方はね、はたしゅんさんのチャンネル行ってみてくださいね。さようなら、裏ドスク見てもらって、ありがとうございます。